ここはレンタルショップとか、じゃあだ違う、なんだ、なんて言えばいいかね、本土で最強だったビジョンと松下、その本屋さんの慣れの果てです。若いうち時にはずっとここに散歩に来たり立ち読みしたりして脚力を落とさないように運動してました。それがツタヤとゲオというでっかい奴らが来た、その戦争に巻き込まれて今は潰れています。噂では億単位4億、4億、3、4億の借金があるという噂があるのですが、噂は噂ということで、ここもいつ潰されるか分かんないから記録しておきます。もう片方の松下はもうさら地になって駐車場になりましたからね。思い出は YouTube に残しておこう。ゲオと松下が喧嘩してくれたおかげでビデオが安く、DVD が安く借りれて俺は嬉しい。終わり。追伸、このたこ焼きたけちゃん堂のソフトクリームは量が極端に少なくて不満だったです。値段の割にね。あとたこ焼き、修行し直してくれと思うぐらいで1回しか食べてません。やっぱね、一発でわかるんだよね、美味しくないとか美味しいとかさ。ていうかソフトクリームの量が少なかった時点で俺おかもりなんだけどね。じゃあね、録音終わり。